はい、こんにちは、まめと申します。今回はこちらですね、怪事件ファイルというゲームなんですけど、知り合い実況者様、あきひとさんの制作されたゲームということで、めっちゃ楽しみに待ってました。ということで操作開始、やっていきたいと思います。なんかアクションの難易度が結構高めらしいので、私大丈夫かなと思うけど、気合い入れて修造並みに熱く頑張っていきたいと思います。はい、ルルルルル、はい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 、こちらソラハ、これでソラハって読むんだ。違った、ソハラじゃん相変わらずバカっぷりを発揮しております。ソハラ警察署です。助けて、何？もしもし、どうかされたんですか？落ち着いてください。殺される。みんな殺される。殺される？もしもし、一体何が？明らかに、やばい匂いがプンプンしてますね。もしもし？何があったんだ？ファン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 。現場に直行。いやー、ちょっと関係ない話をしちゃおうと思っちゃったけど、ダメですね。やっていきます。ひどい匂いだな。大岡さんでいいのかな？これは水蓮寺警部。水蓮寺警部、ご苦労様です。状況はどんな感じだ？ああ、それが。どうかしたのか？いえ、実際に見ていただいた方が早いかもしれません。右側の通路を行ったリビングに、リビングに行ってみてください、警部。顔色が優れないが大丈夫か？警部もあれを見たらきっと同じ気持ちになりますよ。わかった。とにかく現場を見に行ってみるよ。セーブとかできるのかな？あ、できない。大岡さんですかね。美しいでございますね。特に、警察手帳。拳銃持ってるんだ。ステータス。鉄砲のことはよくわからないけど、なんか持ってるんですね。168センチ、長身ですね。めっちゃ羨ましい。もうめ、170ぐらい欲しかったんですよね、身長。本当に、ないものねだりです。あ、なんかめっちゃブツブツいってる。この音がちょっと怖い。この家で一体何があったんでしょうか。あ、走れる。待って、でもその前に、あの光ってるものがめっちゃ気になるよね。そしてこのフロアにいる全員とちょっと話しかけてみたいんだよね。めっちゃここ、階段割れてて登れないね。行け、あら、行けないのか、そうか。何がどうなったらこんな壁一面が血まみれになるの。やばいですね。燃やすものがあればここに火をつけられそうだ。本当に何があったんだみたいな。ペンキを振り回したぐらいなんかすごいですよね。開かない鍵がかかっている。あの光ってるのっぽいですよね。とりあえずこっちに行ってみよう。はい、リビングに。いや。あ、警部、ご苦労様でーす。緊張感がすごいない、ね。お方いいですね。でもこんな時に和める。現場は一番右の部屋ですよ。ということで、こっち側は入れないのか。鍵がかかっている。ピャーンって飛ぶことはできない。はい、待って、アクションとかないよね。びっくりした。まだない。うわー、生首はじめちゃんがいらっしゃる。この血の跡をたどっていってみるとか。あ、ご苦労様です、警部。しかしひどい状況だな。はい、被害者はこの家の主人、月見隆夫だと思われます。年齢は55歳、職業は IT 企業の社長です。社長のようです。社長様か。このバカでかい屋敷に住んでるのも納得だな。だと思われますとはどういうことだ。死体の顔は潰され、歯型の照合
称号をこれでは無理ですしね。詳しく調べないと正確には身元がわかりませんが、一番可能性が高いのはこの家の主人、月見高雄ではないかと。しかし状況からすると物取りの犯行ではなさそうです。荒らされた形跡もなく、金目の物も取られた様子はありません。そうか、この殺し方、遺体の体は見つかっていないのか。はい、あ、そうだ警部、遺体の近くにこれが落ちていました。一階西廊下の鍵を手に入れた。タグに一階西と書いてあるな。そっちは私が見てくよ。そういえば警察には女性から電話があったと聞いたが、見つけた遺体は彼だけなのか。はい、屋敷中鍵がかかっていますし、まだ我々も部屋すべて調べていません。もしかしたらどこかの部屋で、どこか別の部屋で隠れているか、あるいは殺されているかか。はい、この家の家族構成は父親と息子、それに父方の夫婦、それと娘が一人ですね。母親は2年前に酔っ払いによる交通事故に巻き込まれて崖下に転落し、両名とも即死だったようです。なるほどな。警部、私たちが動かされたということはまだわからないが、その可能性があるから我々が呼ばれたんだろう。もし彼の力が必要な事件だったら、警部は、警部、私ちょっと怖いです。彼の力が必要な事件、なんだろう。まだわからんさ。憶測だけであいつに迷惑はかけられん。とりあえずここは任せた。私は西側の部屋を見てくる。あ、お任せください。西側の部屋か、わ周りのものが荒らされていないとなると、物取りの犯行ではなさそうですね。金品等は一切、手をつけてないようです。食器棚にあった、通帳、貯金通帳も取られていないみたいです。これか。首だけがテーブルに置かれている。正直あまり見たくはないな。まるでなんか儀式のように、厳かに静粛に置かれていますね。この血、なんかの形に見えません？偶然かな。やっぱなんかここ見た、分別はされていないよ。何かの形、鼻に見える。まあとりあえず今はね、考えても仕方ない。西の廊下、西側廊下の方でしたね。こっち側に行きましょう。これあれ、1階西廊下下の鍵、西廊下下の鍵、あ、これかオッケー。わお、すごい、なんかツタがはびこっておる。扉に木が絡みついている。これでは開けられそうにない。この穴気になるね。壁に亀裂ができている。あ、今これが人かと思った違った。扉が曲がっている。ここは開きそうにないな。斧とかでぶち破るんでしょうか。トイレか。めちゃくちゃ豪勢なトイレだね。この箱は特に何もない。中には何も、ね、ランタン型 LED ライトとマッチ10本を手に停電か、こんな時に。仕方ない、さっきのランタン使うか。とりあえず一度玄関の方に戻って。え、いなかったよね、明らかに。お前、ちょっと待て、ちょっと待て。誰かが書いたメモ。どうしてだ、まさかこんなことが起きるなんて。そうだ、きっとあいつの仕業だ。あの子さんいなければ絶対に許さない。あの小娘だけは絶対に。だがもうこの家は終わりだ。だがただで死なぬ、せめて。何か後を残してったのか。トイレだ。トイレットペーパーが置いてある。これは人間の骨のようだ。ガシというわけではなさそうだ。見る限り骨だけ残し、肉だけそぎ取られた感じがする。ん、何かあるな。子供部屋の鍵を手に入れた。これセーブってどうやってやるんだろう。あ、ファイルあるじゃんバカだね、マメさん。え、なんでなんでなんか可愛いのが出てきたよ。やあ、こんにちは。僕はジャック・オー・ランタン。気軽にジャックって呼んでよ。
そんな痛いやつを見るような目で見ないでよ。ちょっと萌えキャラ出てきたよ。まあいいや。ともかくプレイヤーさん心配しなくても、僕は君の味方だ。安心していいよ。僕が君たちに何をしてあげられるのかって、そんな疑うような目で見ないでよね。僕も傷ついちゃうよ。まあ君たちは嫌でも僕を必要とすると思うよ。だって僕の役目は君たちの行動を、記録すること、つまりあれだね、セーブポイントってやつだね。まあノーセーブでやるなら別だけどね。別にそんなことしても意味はないけどね。そうだ、一つ僕からアドバイスしてあげるよ。君がこの事件を解決するためには、ある人物の手助けが必ず必要になってくるんだ。その人は大岡さんにとってとてもすごく大切な人で、人でもあるんだよ。けどその人に助けを呼べるタイミングは限られている。怖いなそれって。君一人だけじゃきっとここから出ることはできないかもね。まあ長くなっちゃったけど、そういうこと。さて僕も君の活躍を見守らせてもらうよ。それじゃ頑張ってね。いやーセーブするかい。セーブします。では行きましょう。あーつい。何この音、明らかになんかゴリラが檻から出せ、あ違った、銃声の音か。全然違うじゃん、もう本当に。あー行くのが怖いね。これさ、拳銃でさ、なんかツタね破って入れそうな感じも。開かない。なぜ、おい誰かいないか。警部、助けて、助けてください。おいどうした、何があった。赤ちゃん、ここの。もう一個はちょっと気味の悪い。なんだろう、嘘。おい何があったんだ、ここ開けろ。微妙に物音が聞こえる。なんだ、どうにかして向こう側に行かないと。とりあえずこっちからはいけないんだね。上に行けるんだったっけ。行けますね。血が点々と浸ってるからついでき、ちょっと有名なジブリ作品に出てきそうな、ちょっとなんか気持ち悪いものがいたよ今のは。ついていく？ついていきたくないけど。あ、子供部屋、ここなんだ。ちょっとランタン来て。ここ、セーブしたいな。子供部屋とかめちゃくちゃ不気味じゃん。なんかね、フランス人形とか、置いてあったら吐きやばな。ちょっと待って。ちょっと待って。動き出さないよな、あいつ。ちょっと待ってよ。あ、つけれる。あ、でもマッチ10本しかないんだっけ？制限があるのかな？ちょっと待ってよ。あー、やっぱり制限がある。あるあるある。ちょっとこれはむやみやたらにつけちゃいけない感じだな。いや、つけない。床に血文字で何か書いてある。バンゼムニルド、なんだ。縦に読んだらなんかあれとか、バンゴウニゴシク2549ってことかな。どうなんだろう。引き出しの中に何か入った。マッチ手に入れた。やったぜ。とりあえず2549を覚えとこう。どっかこの部屋で使うんじゃないのか。外は闇に包まれている。この高さから、ではここから出るのは無理だろう。あ、サッカーボール。じゃあ男の子の部屋なのかな。サッカーボールがある。あ、光ってる。誰かが書いたメモがある。今日遅くまで、ゲームをしていたらパパに怒られた。子供のメモかな。ゲームする時間があるなら勉強しなさいって言われて、僕のゲームを取り上げて捨てるって言われた。親ってすぐ言いますよね。豆も本当に捨てたとか言って、なんか棚の上に置いてあったから勝手に取って密かにやってましたゲーム。はい、ひどい。パパなんか嫌いだ。パパが僕の大事にしているものを取るなら、僕もパパの大事にしているものを取ってやるんだ。パパの大事にしているものを大きな木の下に埋めた。パパがすごく困っていた。大きな木の下、それも覚えておこう。絵本があって、表紙には桃太郎と書いている。桃太郎、なんか縁があるな。
大きいテレビだな。テレビだ。子供部屋にこんなサイズのテレビが必要とは思えないが、リッチだね。子供の腕と足のない死体がある。あまり直視したくない。アーメン。なんかさ、特に何もない。この番号どこで使うんだろう。あ、やばい。手がしびれた。よし。鍵がかかっていると。わー。ランタン。ランタン。セーブ。セーブしたいよ。どんどん上に上がっていっていいのかな。大きな栗の木の下で、あなたとつけないよ。よく見ると錆びついているが、ダイヤル式の鍵がかかっている。やべえ。忘れた。やばい、忘れた、もうバカもうね、喋ってるとすぐにね、頭の中からね、飛んでっちゃうんですよね。なんだろう、スポンジ頭と呼んでください。スポンジボブとは私のことだ、ほんとに。2549。ちょっとキッチョムさんみたいにね、言いながら歩かないとね、忘れちゃう。2549。よし。2549。鍵を開けた。拳銃を無駄にしなくて済んだぜ。ランちゃん？ランちゃん欲しい、めっちゃ。あ、いたいた。安心するね、君いると。はい。ここら辺なんか追っかけられてきそうだよな。絶対あいつやばい。あいつは最後に調べるとして、奥に道がありそうだが、私の力では動かしそうにない。これこそ、助けを必要とする。ん？粒の中に何か？あ、やっぱマッチどんどん使っていい系かな。この部屋はちょっとつけときたいよね。なんかや、お！いるじゃん！君は？あなたは誰？私は、警察の者で、水蓮寺、大岡だ。通報があってこの屋敷に来たのだが、君は？はるか、月見はるか。月見？そうか、君はこの家の。君のその体はどうしたんだ？なぜそんなに傷だらけなんだ？触らないで。すまない。ごめんなさい、僕っ子か。いや、気にするな。とにかくここから出よう。君は私が援護する。でも、外にはあの化け物がいる。僕行きたくないよ。あれは何なんだ？この家で一体何があった？知らない。僕は何も知らない。僕のせいじゃない。そうか、わかった。とりあえず私と一緒に行動した方がいい。大丈夫かな？外にはあの変な化け物がいるんだよ。こんなところにいても時間の問題だとは思うぞ。今はここから脱出する方が先だ。わかった。心配するな。君は必ず私が守ってみせる。かっこいいなぁ。はるかが同行者になりました。はるかの手帳を手に入れた。手帳って見れるのかな？大事なものか。こっちか。あ、オートの警察好き。物語に拾える。読んでてよかった。マッチの数には限りがあります。どこに使えばいいかよく考えて使いましょう。行動について。大川は警察官のため拳銃を所持しています。屋敷の中には拳銃で鍵を、破壊できる場所もあるかもしれません。しかし弾は使える回数も限られています。ああ、いつかこれに連絡するって感じか。あ、いたった。じゃあ、はるかちゃんの手帳もちょっと見て。お、はるかのメモ、攻略のヒント。エンディングは、全部で4つあります。事件の真相を明らかにすることがはるかじゃない。隠された結末にたどり着く鍵となるでしょう。はるか専用の行動。はるかは体が小さいため、大川など、大人が通れない場所を通ることができます。怪しい、ところを見つけたら積極的に調べましょう。
ということで、じゃあ今回はここで。めちゃくちゃなんか。え、嘘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 、難しいね。アンニャ、アンニャが襲ってきたよ、ちょっと。ちょっとじゃあこいつも調べとくか。大きな日本人形が置いてある。ちょっとつけとこうかな。逃げ道確保のために。こいつか、こいつか。もうなんか襲ってくる前に銃で撃ち落としときたいよね。とりあえず、なんだっけ。マッチを手に入れて、この部屋の電気は全部つける。どう行こう。こう巻いて逃げるか。オッケー。よし、行くぞ。ちょっとここは、連打連打。いや、大岡さんめちゃくちゃかっこいいわ。こういうなんか、かっこいい系女子めっちゃ憧れですね。ないものねだり、すべてが。はい、では行くぞ。このね、気持ち悪い、おじさまの悪い。よし、来い。もしかしてさ、ここで死んだの私だけかもしれない。え、まだついてくるんじゃないよね。そうだ、僕、こんなもの持ってるよ。何かの役に立つかな。娯楽室の鍵を手に入れた。じゃあ今回は、あれ？みんな死んじゃったのかな。わからないが、少なくともここに来るまでに二人の遺体は確認したよ。はるかだったな。大丈夫。君には私がついている。うん。ありがとう、ケイチさん。しかし、こうくらいとな。はるか、ブレーカーはどこにあるかわかるか？玄関から行ける。確か地下にあったと思うけど。そうか。まずは何とかして玄関に戻らないとな。それと、何とかして、拓郎に連絡を取りたいんだが。拓郎？ケイチさんのお友達？ああ、九条拓郎と言ってな。何回言ってんだ。ソハラシで探偵をしている私の幼馴染だ。あいつなら何か知っているかもしれない。この異変のこと、あの謎の怪物のことも。どうしてそんなことがわかるんですか？ただの探偵じゃないからさ、あいつは。よくわからない。とりあえず先へ進もう。この屋敷の中には私の部下も何人かいる。あいつらのことも心配だ。うん、わかった。入って大丈夫かな？あ、よかった。じゃあセーブして。今回はじゃあここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。では、バイチー。